気象庁は17日木曜日、9月19日から10月18日までの1ヶ月予報を発表しました。残暑は次第に落ち着くものの、平年と比べて気温は高く、季節の歩みは引き続きゆっくりとなりそうです。まずは気温の状況から見ていきましょう。日本列島には南からの暖かく湿った空気が流れ込みやすく、この先も気温は平年より高いところが多い予想です。気温自体は下がり、暑さは落ち着いてきてはいますが、平年より気温の高い状態が続いて、季節の歩みはゆっくりとなりそうです。特に北日本や東日本では気温が高い予想。北日本では本格的な秋の到来が遅れる可能性があります。続いてこの先1ヶ月の降水量です。この先は北日本、東日本の太平洋側では湿った空気の影響を受けやすく、平年並みか多い予想です。日差しも平年に比べて控えめとなる見込み。その他の地域では平年並みの予想です。ただ秋雨の時期はもともとの雨量が多い時期です。南からの湿った空気の影響で秋雨前線の活動が活発になると雨が強まる可能性もあります。また台風が発生、接近すると雨量は大きく増加することも考えられますので、平年並みの予想のところでも油断はできません。今後も最新の気象情報をご確認ください。